マリンピア松島水族館は、かつて、宮城県宮城郡松島町に存在した水族館。日本産経松島の松島海岸公園グリーン広場南端に立地していた。1927年4月1日に開館し、2015年5月10日に閉館した。1927年開館。日本では、富山県のウォーズ水族館に次いで2番目に長い。 歴史を持つ水族館であった。また、閉館直前には同一場所にある水族館としては日本最古であった。面積約七千四百平方メートルのケムあり地を借りて設置されていた。九百六十九年からは仙台急行株式会社が運営、松島観光の主要施設の一つであった。年間入館者数は約三十五万人、売り上げ約点三億円。 仙台市の仙台港配護地に移転予定と報じられていたが2010年8月に移転計画は白紙になった。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震に伴う津波で浸水し、停電、断水も加わって飼育動物の一部を失い営業休止していたが、同年4月23日に営業を再開した。伊豆沼など、 宮城県内で駆除されたブラックバスを保全団体から無償で譲り受け、淡水魚の餌として活用していた。2015年5月10日に閉館し、建物も解体された。跡地には海をテーマにした社会教育施設が建設される予定である。また、飼育動物と飼育員は仙台高校配置に新設される仙台海の森水族館に移籍した。 松島水族館は1927年4月に高橋良作の手によって開館した。開館時の松島水族館は181平方メートルの敷地を持ち、観覧用水槽19基に松島案内及び近海の魚類約80種類を展示していた。この他にも資料室や標本室、ボート遊びができる池や滑り台、ブランコなどがあった。 太平洋戦争後に熱帯魚室が増設されて、ここに70種類の熱帯魚が展示された。1970年4月に水族館の経営権が仙台急行に移り、1974年と1982年には大きな改装が行われた。水族館の建物は鉄筋2階建てのものへと建て替えられ、アシカパークやジャングルパークが設置された。また、 回転ボートや飛行塔、木馬、モノレールといったアトラクションが新設されて面目を一新した。この頃、飼育が難しいとされるマンボウが松島水族館で展示されていた。プクプクと名付けられたマンボウは飼育日数426日を数え、日本国内におけるマンボウ飼育の最長日数を更新した。また、 プクプクの次に飼育された、ユーユーは1379日飼育され、松島町から純名誉町民の称号を送られた。マンボウの他にも、1984年に、ラッコが、1987年に、色分けエルカが、展示動物として新たに加わった。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震による津波で怪我人こそ出なかった。 ものの1階部分に1メートル以上の浸水があり、淡水生物であるビーバー6匹のうち3匹が低体温症と海水を大量に飲んだことによる脱水症状で死亡、循環ポンプが壊れて、マンボウ1匹、クラゲ65匹、熱帯魚、コマッコウなどが死んだ。また館内にはヘドロも溜まった。 飼育していた生物59種類212匹がこの被災により死亡しており、これは当時の飼育数の約5%であった。鶴岡市立鴨水族館から水クラゲ、花ヶサクラゲ、ノーベル賞受賞者、下村治のサイン入り切手シートなど、他にも大阪市の海遊館などからの熱帯魚の提供を受けて4月23日に営業を再開した。2001年頃から、 老朽化などを理由に、リニューアルの検討が始まった。2005年3月に出された、松島町マリンプラン21計画書では、松島海岸駅との間にペデストリアンデッキを設置し、建物を新築、改築するなどして、現在地で再整備する計画が出されたが、資金面の問題や特別名称内にあるための規制などで頓挫した。2008年6月29日、 仙台市への移転構想が報道された。福島県いわき市のアクアマリン、福島や秋田県小賀市の小賀水族館ガオとの競争、施設の老朽化と耐震化の問題、また、アクセス道が渋滞のひどい国道を45号のみで、あるのみならず、自前の駐車場がないことなどから、仙台港配護地の三井アウトレットパーク仙台港近くに、 敷地面積1万平方メートル程度で新設し、2011年夏の開業を目指すと報道された。その後、仙台東部道路の仙台港 IC の隣接地にある高砂中央公園内に建設する案が上がっているとの報道があった。一点に必要な資金調達では、宮城県や仙台市が関係した PFI ではなく、日本の水族館では、 初となる証券化が検討されている。松島水族館を運営する仙台急行は2008年度の国土交通省土地水資源局地方における不動産証券化市場活性化事業にすでに申し込みを行った。2009年10月21日、仙台市が仙台港配護地にある高砂中央公園に同水族館が移転する計画を発表した。 仙台急行の計画では2011年6月の開業予定で敷地面積は現在の約5倍の35,790平方メートルで建築面積は7,172.9平方メートル建物は地上3階地下1階建てで延べ床面積16,50.96平方メートル水槽の数は約60掃除業費は 約80億円。開業4年目の年間入館者数は現在の約2倍の80万人を見込んでいた。公園使用料は約4000万円、年で固定資産税を含めた市の収入は約7000万円、年と試算されていた。その後、当初計画より建設期間が必要として2012年3月までの開業を目指すこととなったが2010年2月、 運営会社である仙台急行が出資金を調達できない公算が大きいことが判明し、これにより仙台市も出資予算の取り下げを検討していることが明らかになった。同年8月には出資金融機関による融資団が解散し、移転は白紙となった。2012年11月、大手商社などが2013年に特定目的会社を設立し、 仙台港配ご地に2015年開業を目指して水族館を整備、マリンピア松島水族館も経営に参加する見込みであると報じられた。2013年2月には、三井物産、加盟、横浜八景島、ユアテック、河北新報社、仙台三越の経路社者が出資して、仙台水族館開発株式会社を設立することが発表された。 新会社はマリンピア・松島水族館が移転するとされていた仙台港配護地に仙台海の森水族館を新たに建設し2015年7月1日に開業したマリンピア・松島水族館を運営する仙台急行はこれに出資しないものの新しく建設される水族館はマリンピア・松島水族館の飼育動物を受け入れることになっているありがとうございます